レネバリエントス・オルトゥーニョ、レネバリエントス・オルトゥーニョは、ボリビアの軍人、政治家。ボリビア空軍軍人であり、1964年5月に、ビクトル・パス・エステンソロ大統領の下で、副大統領を務めたが、1964年11月の、軍事クーデターで、エステンソロ大統領を国外に追放し、自ら、軍事評議会議長となり、軍事政権を樹立し、 ボリビア革命後の MNR 体制を崩壊させた。冷戦下においてアメリカ合衆国からの強力な支援を受けた、軍政下においてケチア語を理解したバリエントスは、ボリビア革命後保守及び反共産主義化していた農民層を支持基盤に取り込みつつ権力基盤を強固にし、1966年7月に大統領選挙を実施し、自らが大統領となり、 高山ローソを中心とする反対勢力や左派勢力に対する取り締まりを強化した。かねてから、アメリカの情報機関の庇護下で、ボリビア軍の軍事顧問をしていた、元ナチス新兵隊中尉のクラウス・バルビーの支援も受けて、チェゲバラ率いる共産ゲリラに対する相当作戦を開始。この作戦は成功し、ゲバラもこの時捕らえられて殺害されている。 ゲバラは1967年10月に処刑され、南米における武装ゲリラ闘争は頓挫したが、その後も、ボリビアの正常不安は収まらなかった。1969年4月、カニャ・ドンアルケ峡国にて、農民に金を配りに行く最中登場したヘリが、墜落する事故によって死亡した。ありがとうございます。